皆さんごきげんよう、ブーカーです。今回はズバリサボりたい。動画で料理を作るっていうのが僕の仕事なんですけど、僕たちの動画って結構短いじゃないですか。そういう短い動画だと分かりづらいと思うんですけど、結構あの動画って作るのに時間かかってるんですよ。あのレシピを考えて、こんな感じでじゃあやろうかっていうのを決めるじゃないですか、まず。で、その後買い物に行って下準備をして、実際にここでこう撮影をして、で、その後編集をするということで、ここまでを基本的に撮影以外は僕一人でやってるので、もうね、結構大変なんですよ、これ。大変なのはお仕事だから、いいんですよ。なんですけど、最近ね、書籍の出版だったりとか、セミナーだったりとか、あとは朝からスタバに行ったりとかね、他にやることもちょっと増えてきてて、なかなかこうちょっと料理に時間を割けてないっていうのが、正直なところなんですね。こういうことって、僕だけじゃなくて、結構皆さんにもあるんじゃないかなと思いまして、例えば主婦の人だったりとか、あとは一人暮らしの方だったりとか、お仕事をしながらとか、育児、家事をしながら料理をするっていうのって、結構家事の中でも料理ってこうウェイトが大きいというか、時間がかかる家事だと思うんですよ。皆さんも楽したくないですか？サボりたくないですか？ということで、今回はあえて倍味の素社を使ってですね、合法的に料理をサボっていきたいと思います。このあえてはですね、冷凍餃子売上日本一の味の素が作った買い物、献立、片付けが不要、レンチンだけでできる冷凍のお弁当なんです。つまり僕は撮影と編集だけでいい。しかもね、これ、こっちの話ですけど、撮影時間が長くなると編集って大変なんですよ。ただ今回この冷凍弁当はですね、もうレンチンしてる時間しか撮影時間がかからないから、編集まで楽っていうね、もう本当にありがたい。ということで、これからですね、社長が会社に来て、今日の撮影をするということになってますので、あえてを使って楽をしていきたいと思います。イングラドマ、おい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 、お弁当？あえてです。あえて？味の素さんが作った冷凍弁当です。おお、あ、そういうことね。僕は料理しません。そうだろうね。そうです。そうだろうよ。楽したいからね。忙しいんだよ、あなたのせいで。なんだよ、それ。俺も忙しいけど。いろいろ。食べてるだけだよ。いろいろ仕事が多いんだよ。やめろ。文句です。やめろ。陰で言う。この中からですね、何食べるか選んでいきましょう。これ全部うまそうじゃね？一回全部見て、せーのでいきます。あー、俺ちょっと、いいなー、いいのあったら。一個決めんのこれ。とりあえず一個。いやー、一個決めんの？一個。これ、かぶったらどうすんの？かぶったらじゃん。よし、決まった。せーの。おお、タルタルチキン南蛮、生姜鶏、そぼろ混ぜ飯。これはタンドリーチキン、オムライス風混ぜご飯ですね。他にも行きたいのあるの？俺もある。もう一回せーのでいくか。せーの。香味だれ、油淋鶏と彩り野菜、たけのことレンコンの混ぜご飯。何やな、名前が。これ一番長い。これ一番長い。それ一番長い。一番長い。トマトチーズハンバーグ、貝柱バター醤油ご飯。オムライスとかハンバーグとかさ、子供のやつ好きじゃん。いや、だってそれはそうやろ。いや、でも俺これどっちかっていうと、貝柱バター醤油ご飯にしたい。あ、そういうこと？500ワットで7分か600ワットで6分ね。これ500ワットまずの電子レンジなんで。このあえての一番の特徴は、これ冷凍弁当なんですけど、中に大麦が入った混ぜご飯が入ってるんですよ。あんまりこの冷凍弁当でご飯というか、そういうのが入ってるお弁当ないんですけど、このあえてには大麦入りの混ぜご飯が入ってるので、もう満足感が高いんですね。これだけで白米の約17倍の食物繊維が入ってるんで。おー、そんな入ってんの？そんなに入ってんの。すげえ。17倍。17倍。例えれば、日本の人口が、やっぱ1億人だとしたら、インドの人口ぐらいじゃないですか。すごいじゃん。わかんないけど、インドの人口よりは、インドの人口は多分いないと思う。10億ぐらいだから、ね、じゃあ違います。違う、オッケー、やめよ。やめよ、やめよ。20種類の中からお弁当選べるわけなので、普段自分がね、絶対に買わない食材とか、貝柱バター醤油ご飯って作んないですか？作んない。そういうものも、ふんだんにあるので。俺でも作んないもんね、ここまで手間暇かかったやつはね。しかもね、味の素が作ってるっていう
担保がありますから、こっちとブランドがね、もう安心して食べる、まあ、そうそう、安心安全みたいなもんじゃん。だってあの冷凍餃子作ってるの。そうだよね、そりゃマジで。お野菜、お肉、はい、お魚、はい、バランスよく食べられるのが非常に魅力的。そういや、もうめっちゃ入ってきた、俺、だんだん。健康が気になるお年頃じゃないですか。いや、そうですよ。ほら、46にもなればさ。ね、でしょ、まあ、あと、冷凍ってのはいいですよね。まあ、いい。時間ない時って、不意に訪れるじゃないですか。あ、そう。これ、冷凍庫にストックしておいたら、うん、なんか困った時すぐ出せます。出せるよね。欠点があるとしたら、もう会社が汚れない。油が飛び散らない。ちょっとやっぱ、もう少しこう、ライブ感みたいなのがあってもいいですけどね。でも、ウィンウィンですよ、こっちとしては。イングラドは。はい、ということで。お弁当が温まりましたので、マジうまそう。これやばいよ。これはやばいね。見た目もだし、もうやっぱ香りもめっちゃすごい今。食べちゃっていいですか。やっぱうま、いやマジうまいよ本当に。もうタルタル、タルタルチキン、ちゃんとちゃんとタルタルチキン、鶏そぼろの本当にこう風味がすごい出てる。マジうまい。はい、はい、うまい。本当に彩り野菜もね、彩りがいいんですよ。やばーい、お弁当ー、これご飯と野菜のバランス最高、うまいし最高。タンドリーチキンオムライス風混ぜご飯、はい、うん、うん、うん、誰でも食べやすいタイプのタンドリーチキンですね。オムライス風混ぜご飯うまいです。な、だ、ちゃんとそうなんだ。ただのご飯じゃないだけで、すごいワクワクしちゃう。なるほどね。次がトマトチーズハンバーグ貝柱バター醤油ご飯。あ、すごい美味しい。ちゃんとハンバーグ、うん、へえ。なんか普通の冷凍ハンバーグとかあるじゃないですか、うん、お弁当に入ってる、うん、そういうサイズ感っぽくはあるんだけど、うんうんうん、すごいちゃんと肉肉しくて、へえ。玉ねぎもすごいしっかり入ってて。あ、そうなんだ。美味しい、これやば。ちょっとこれ冷凍って言われたらすごいなってなっちゃうな、うんうんうん、でこれが僕の本命ですね、貝柱バター醤油、うんうん、これはいいぞ。ちゃんとバターの風味がする。ああ、そうなんだ。そこまででも主張強すぎなくて、うん、このちゃんとこの上の具材と調和する感じ、うん、なんかブロッコリーうまい。うわ、ブロッコリー、ブロッコリー、ブロッコリーすごいうまい。うん、うまっ。イングラドは今日、うん、この撮影するために何の準備もしてないんですか。電子レンジ置いてくれたよね。あ、電子レンジは家から持ってきたけど、うん、この冷凍弁当がここに届いて、うん、それ以外本当に準備してないよ。俺いつもの撮影だったら、うん、レシピ考えて、うんうん、食材を先にちょっと切っとかなきゃダメだとか、うんうん、物によっては先に下味前日からつけとかなきゃいけないとかあるんですけど、うん、全部何もなしでこれができてるんですよ、うんうん、それがそれこそ主婦層に反映したら買い出しして、ね、こんだけ作ってみる。主婦の人もよく多分撮影とかすると思うんであれなんですけど、え、まあ、今回このあえてをね、うん、撮影で使わせてもらったんですけども、うん、実際に結構使ってるんですよ。でもすでにってこと？もう使ってます僕は。え、そう。僕もあえてユーザーです。いつも会社でこう仕事してて、うん、社長とかマネージャーとか帰るじゃないですか、うん、そうすると僕一人じゃないですか、うんうん、で会社でもう自炊バーってやって食べて、であとまた仕事したり帰ったりとかするんですけど、うんうん、その時間に最近やっぱ忙しいのもあったんで、うん、このあえてを食べてました。そうなの？料理したら洗い物が出て、うんうん、で最後この生ゴミとか片付けなきゃいけないけど、もうそれが一切ないですから、ね、そうだよね、ね、そうだよね。本当にいつもこう冷蔵庫に余ってる食材でこう何作ろうかなって考えて、あ、これとこれがあるからこれできるかなみたいなことを考えながらやるんですけど、もうそんなこと必要ないんで、考える時間すらもう、そう、考える時間もいらないし、うん、もうなんならこう失敗することもないわけですね。俺これのおかげで早く夕飯が済むようになったから、帰ってすぐ寝てるんですよね。朝早起きして朝カフェとかしちゃってる。朝カフェしてんだ。朝カフェ、朝カフェしてんの。そう、朝カフェとかしちゃって、朝から朝早起き、いつもより1時間ぐらい早くできるっつって朝コーヒーしないてからって。実際に夕飯を食べてる僕がこちらです。取ってんな、ちゃんと取ってたの。めっちゃいい匂いする。うまっ。うわ、うまそう。めっちゃ綺麗じゃん、卵。うん、おいしい。今日はまだまだ仕事です。うん、ハンバーグうまっ。
疲れ様でした。イングラドバ。はい、ということで、はい、あえてと、うん、長野社長、うん、コラボセットというものを販売させていただきます。あ、そうきた、先にですね、コラボセットの中身の方を、1点ずつ紹介させていただきます。はい。デミグラスハンバーグ、焼きとうもろこしご飯、餃子、枝豆と干しエビの混ぜご飯、和風ガパオ、コーン入りバターライス、コーンみだれ、油淋鶏と彩り野菜、タケノコとレンコンの混ぜご飯、タルタルチキン南蛮、生姜、鶏そぼろ混ぜご飯、この2つが社長さんですね、うん。揚げエビタルタル、枝豆と干しエビの混ぜご飯、タンドリーチキン、オムライス風混ぜご飯、ミニ塩竜田揚げ、しらすとレンコンの混ぜご飯、梅香る豚しゃぶ、わかめとタケノコの混ぜご飯、トマトチーズハンバーグ、貝柱、バター醤油ご飯、月見スパイスキーマカレー、枝豆ご飯、若鶏の香ばし醤油焼き、鮭とキノコの混ぜご飯ということで、この12種類のイベントがあえてと長野社長のコラボということでセットで販売されます。セット販売。今回ですね、私たちがこう選んだこのコラボセットがですね、なんと通常価格から 49% オフ。 49? 49%。 49? でも半値ってことだよ、半値。しかも今回は初回 49% オフなんですが、このコラボセットを応募された方はですね、なんと2回目以降もずっとお得で 20% オフが継続されます。ずっと、はい、永遠永遠ですか。永遠なんですか。ずっと2回目だけじゃなくて大丈夫なの。アイソンさんね、これね、期間限定となっておりまして、300セット限定で、初回送料無料のキャンペーンとなっております。はい、キャンペーンの終了ですね、4月の8日の12時に終了してしまうので、この機会を逃さないようにぜひこのお得なうちに申し込んでみてください。購入方法はですね、概要欄の方に、URL 貼ってまして、そこからコラボページに進んでいただきまして、長野社長特別、セットというものがありますので、そちらの、購入ボタンを押してください、はい、でそこから購入していただければ OK です。なるほど。ここまであえてを紹介させていただきましたけども、まあ、ちょっと情報がね盛りだくさんではありましたけども、どうでしたか。まず美味しいっていうのがまず一つあるじゃん。すごく健康 の, そのバランスを考えられてるってものがあるし、今買うお得感がすごいっていうところがあるんで、もうなんか一番僕が今欲しい、本当に初回 49% オフで年会費も解約費もかからないんですよね。すごいね。結構やっぱ忙しいっていう状況の人って多いと思うんです、食べることに時間を使うのってすごいロスだなって感じることも多い人も結構いると思うんですけど、そういう人にとってものすごく僕はいいなと思って、そうだね、ご飯が入ってるからすごいそれだけで満足してしまうっていうのもあんまり今までなかったので、本当にこれだけあれば結構な大人の男の人とかでも満足できてしまう、そうだね、と僕は思っちゃうので、本当にお試しで頼んでみるっていうのもやっぱり今が一番いいんじゃないかと思ってしまうんですよね。僕は仮にそれが合う合わないはもちろんあると思うんですけど、まあ、継続するってなっても 20% もこの後継続できるわけじゃないですか、そしてこれあの20種類お弁当の種類がありまして、今後も増える予定だと。それはもう味の素さんね、20種類で終わるわけないじゃないですか。おお、これから多分いろんなメニューが出てくるんでしょうよと。楽しめるってのがいいよね、食に対してね。はい、ということで本日の動画は以上となります。はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。